ートにうまく乗せました。ライトを岡が取っています。ファインプレー。いやー今日は投手戦、何か起きるかもですね。野手陣もしっかりと大谷をフォローしています。さあ7回の表、大谷もワンツースリーに切りまして終了しています。さあそれではファイターズ参加をお聞きいただきましょう。先ほど岡のファインプレー飛び出しましたね。これ3つ目のアウトでしたけれども、これズバリ目測誤ってるんですけども、最後もうね、もう倒れ込んで取るしかないところなんですよ。これヒットにしたらね、かえって外野コーチにね、岡お前落下地点まで行くのが点点点点って言われるところなんですけど、まあ、あの自己演出も入ったファインプレーというんでしょうか。でも、パッと見ですよ、うん、パッと見ファインプレーですから、はい、この7回の裏に何か起きてもおかしくないですね。なるほどね、いい流れで入ってくると、はい、さあここまであんまり言うたら、岡選手の周りの人に怒られますね。いやいや、ね、岡は相手ね、いやっていうのは僕放送席から見ててね、あ違う目測誤ったって一瞬思ってしまった瞬間がありましたんでね、はい、